こんばんは。よいしょ。今日は頭の調子が悪いので、ちょっと。三村に、バトンタッチで。お届けします。帰りの誕生日のツイッター見た？私がさっき載せたやつ。目が、そう、載せたよね、さっき。私蘭姉ちゃんのやつ。帰りとのツーショットいっぱいあるからな、いっぱい載せたかったな、いっぱい載せたかったっていうか、なんかいろいろ載せられるなぁと思って。もっとくだらないのもいっぱいあるけど。そう、私が最近 SNS を全然更新できてないっていうのがあるんだけどさ。最近全然会ってないから、メンバーと。そうだね、7日に公演、久々なんだよな、踊れるかな。心配、とても。だって夏ブロックもさ、やってないようなもんだからな。圧倒的に。まあ昼夜じゃないからその辺はあれだけど、ちょっとわからないな。まあ頑張るけどね。てかもう8月も1週間経つってこと？やばいね。だいぶやばいよね。早いな。そう、8日は
ろかは地元のそうお仕事で、で12に公演があります。12に出る3連休のラスト日ですね。やばい、8月終わるわ。8月終わるわ、気づいたら多分。あ、私、あ、大丈夫だ、大丈夫でしょ、あ、大丈夫、ん、いや、大丈夫か、水を冷蔵庫に入れたか。帰りはひなの誕生日の0時2分に送ってきたんだよ。この話したっけ？そう、そう、なんか0時にアラームかけてて、でも寝ちゃってて、だから起きて0時ぴったじゃなくて0時気づいて送ったんだろうなっていうノリの文章が届いた。あ、よいしょ。今この時期は何ですか、何が、甲子園、甲子園があれだよね、もうすぐ、もうやってるんだっけ。オリンピック、確かにオリンピック暑いね。甲子園は7日からか、でオリンピックがナウだね。知ってます、ムカキンおじさん。あれなんだ、あれなんだ、種目はなんだ、あれ銃じゃなくてなんだあれ、え、あれ種目名ってなんだろう、ピストル、ピストルじゃねえな、あれ、な、何種目名、何。そう、トルコの選手、あ、何、甲子園新潟 VS 埼玉なんですか、あ、マジそうなんだ、うん、あ、うん、私さ、本当、あ、ちょっと、ちょっと待って、その、ガンの話と混ざっちゃった。そう、いや、あれ、ツイッターでバズってましたね。ああいうの、ね、いいよね。うん、トルコの選手かな。そう。元、ね、軍人さんだったんだよね、確か。面白いよな。だって面白いもん、あれ流れてきた時に、わあこれバズるやつと思って、うん、だってさ、いろんなところはさ、こうなんかスカウターとかさ、耳栓もなんかヘッドホン仕様のやつと
とかなのにさ、そうマジでつけてたの薬局で買える黄色い耳栓だけってなんおもろって思って、いやすごいですね、なんかそのフォームの構えの仕方がさ、普通の人は一回ね、その銃構えた腕を上に上げてから下げて、一度上に上げて下に照準を下げるらしいんですけど、そのトルコの選手のおじさんは下から下げてそのまま照準にビタッとはめてっていう、おもろかったですね。いやでも片手ポケットはあれはね、理にかなってるらしいですよ、別にカッコつけでやってるわけじゃないってそう言ってました。うん、あがいさんも片手ポケット入れてること多いしなそれ関係ないんだけど全然関係ないけど、あがいさんよく寝転んでるからどっちかっていうと、そうなんかなんだっけな、なんか重心を安定させるだったかなんだったかで、そうね、なんかあるらしいですよ、理にかなってるらしい。でそっか、甲子園は新潟 VS 埼玉なんだ、へえ。私だから数年前まではさ野球マジで詳しくなくて、裏と表も意味が分かんなかったの、何それみたいな。そうでもなんかそのゲームパワープロのでゲーム実況で見て分かんなさすぎて勉強してそう分かんなさすぎた上に勉強したので、うん、そうでそれで見た WBC がマジで良かったって話ね。そう WBC 良かったですよね、いつでしたっけ、去年あれマジでよかったからな。ねえ。そう。そうパワープロ、パワープロでも違う、パワープロだけじゃ分かんないのよ。え、そうドラマ展開、えマジでね、なんかねこう今日たまたまなんか YouTube で WBC について振り返るみたいな動画が流れてきて、ちょっと改めて見たんだけど全然目頭が熱くなったよね、本当に。なんだっけな、そうそうドラマみたいなやつ、9回裏ツーアウト、9回裏ツーアウトでトラウト選手と大谷選手が投手で投手でっていうか向き合う形で、でしかも2ストライクまで重ねて空振り三振で勝つっていう、マジでいつか映画化か漫画化かしてほしいんですけど、いつやってくれるんですかね、いつだってやってもらえるんですかね、うん、そうでも個人的にはあとねその優勝したその決勝は家で見てたんだけど、なんかめっちゃ朝だっけ忘れちゃった、なんか昼とかだっけでやってたよね、でうんと何だったっけ、準決勝がメキシコ戦で、それが一番結構なんか逆転だったんですよ、逆転勝利、逆転サヨナラ勝ちだったんですよ、村上選手のホームランかなんかで、ホームランだっけ、ホームランではなかったんだっけ、そうあホームランではなかったわ、でそれで
二人同時に帰ってきて、その足もめっちゃ速いしみたいな。そうそう、公演の日で、そう、楽屋で見てた。マネージャーさんとかと、面白かった。あれ良かったっすよね。ワクワキ。うん、よかったね。だって私全然野球に詳しくないんですけど、詳しくなかったんですけど、面白さちゃんと理解できました。理解できましたっていう、うん。サッカーはさ、わかりやすいじゃん、見てたらわかるやんシンプルに。野球はでも見ててもわかんないんだよな。ホームランが一番強いと思ってたけど、私子供の頃は。でもそうとも限らないじゃん。私なんなら守備の方が好きだしさ。お時間です。ありがとうございました。壇上見ます。13位いのくんさん、12位げんごろうさん、11位よったさん、10位ひのひのさん、9位むっちゃんさん、8位よういちくんさん、7位突破球さん、6位むつきさん、5位ひさきさん、4位太郎さん、3位しんいちさん、2位きゅりげたさん、1位ともひろさん、ありがとう。ということで三村がお届けしました二重の意味でね、二つの意味で。ということで、おやすみ村、バイバーイ。